障害や病気など困難を抱えたアーティストたちが休館日の大原美術館を訪れました。他の入館者を気にせず展示物から感じたことを話し合う対話型鑑賞を行い、作品制作につなげます。モネはこの水蓮という中で空と向こうの景色と全部入れようとしているんだと思いますよ。昨日、倉敷市の大原美術館に就労支援 A 型事業所ありがとうファームで活動するアーティスト29人が集まりました。障害や病気など困難を抱える人には他の人に気兼ねせず作品を鑑賞する機会は限られています。今回休館日貸切の空間で開かれた対話型の鑑賞、少人数で対話しながら作品を見ることでこれまで大人数の中では感じることが難しかった作品の魅力に触れてもらい印象を深めてもらおうという企画です。作品に書いてあるもの、よく見て何が書いてあるかな、どんな感じがするかな、そしてそこからどんなことを想像するかなといったことをチームの中で話し合いをしながら進めて鑑賞します。それぞれの参加者がモネの睡蓮を見て感じたことの意見交換を行いワークシートに記入します。カッパのところがカッパの髪の毛に見えたのでカッパの親子住んでるんかなと思って、はい、青や緑の絵なのにものすごい強く赤みを感じて、そこからなんか作品に発展させたいなと思いました。正解を出すというよりはどんな風に世界を捉えているのかを見るのがものすごく楽しみです。参加者たちは作品を見て感じたことや他の人の意見をもとにスケッチを行いました。オリジナルとは違うさまざまな表現で新たな睡蓮が誕生します。現地で余暇を満喫しているということです。個性的な内容だと思っております。対話型鑑賞によって描かれたスケッチは解説とともに発表されました。これまでになかった取り組みは作品制作以外にも期待が寄せられます。アートを媒介にして自分の思いを積極的に発言してましたので、本当にこう日常の生活や仕事にもいい影響を与えてくれると思ってます。参加者たちは9月22日に開催される報告会に向けて今回のスケッチをもとに2つの作品を仕上げるということです。こういう取り組み、ユニバーサルデザインっていうんですけど、博物館と美術館とかもすごく最近よくやってるんですけども、その障害があるとかないとか性別とか年齢とかに関わらずですね、多くの人が利用できるようにこういろいろ配慮するという取り組みなんですね。だからこういうふうにこう、ね、一般の方の休館日の時に思いっきりこういろんな意見交換できるというのは、素晴らしい取り組みだと思いますね。対話型で話し合うということも作品制作にもプラスになりますよね、うん、そうですね。見たことのないこのモネの睡蓮というのも圧倒的でしたよね。今回ありがとうファームは絵画や工芸品などを販売したり企業に貸し出したりすることで収入を得ていて、今回の取り組みから大原美術館の作品をモチーフにしたアート作品の制作であったり企業タイアップ商品の開発も行っていくということです。